アメリカ軍の情報システムの4階層 GCCS シリーズは下から2番目の統合計画ネットワークを構成する全軍向け GCCS と海軍向け GCCSM は機関艦上の任務軍司令部のレベルで連接される他軍種でも同様の連接構造となっている半地球式統制システムはアメリカ軍の式統制用 C4I システム GCCS は アメリカ国防総省と4軍が国家戦略的改定で使用する機関的指揮改戦である。また、作戦レベルで使用されるサブシステムとして、海軍の GCCSM、海兵隊の GCCSMC、陸軍の GCCSA、空軍の GCCSAF、統合軍の GCCSJ がある。GCCS と GCCSM、MC、A、AF。 J は通常任務部隊司令部のレベルで連接されている。これらの GCCS シリーズはいずれも共通作戦上況図の生成を主たる目的としており統合計画ネットワークを形成する。GCCS の目的はノンリアルタイムでアメリカ合衆国大統領を含む国家式権限保持者に通じる国家軍事式センターと各統合軍司令部また その指揮下の艦隊司令部や師団司令部の間で、軍事行動に関する命令などの指揮命令系情報を伝達し、共通作戦状況図を生成することにある。これによって、国家レベルにおいて柔軟かつ迅速な意思決定を保障し、これを即座に前線部隊指揮官の行動に反映することにより、小規模な軍事行動が即座に政治的反響をもたらす、非対称戦争において、 適切な戦争指導を可能とするのである。キューバ危機の前後より、アメリカ軍は国防総省と各軍の上級司令部とを結ぶ機関式回線として全世界軍事式統制システムを配備していた。これは国家レベルにおいて最高指揮官たるアメリカ合衆国大統領がアメリカ全軍を指揮するためのものであり、極めて先進的なコンセプトに基づいていた。しかし、 WWMCCS は相当部分が人力によっており、技術的な理由から初期の性能に達したことは一度もなく、あまりに鈍重で、意思決定はしばしばを早期に失することとなった。1980年代初頭より、WWMCCS は数字にわたる改良を受け、その性能はあらゆる面で大幅に向上した。湾岸戦争中、 WWMCCS は24時間体制で稼働し続け、砂漠の盾、砂漠の嵐の両作戦の統制を支え続けた。それにもかかわらず、原設計の古さゆえに、WWMCCS が冷戦体制崩壊後の流動的な世界情勢に対処できるだけの便称座を獲得することがほとんど絶望的であることは明らかであった。一方、 1980年代後半から1990年代前半にかけてアメリカ各軍は軍種内で使用する作戦海底の C4I システムの整備を進めていた。その宣伝をつけたのがアメリカ海軍で1981年よりアメリカ軍で初の反自動式統制システムとして j o t ツの配備を開始した後1990年には コペルニクス C4i コンセプトを採択した。これは、全軍事活動の中核を洋上部隊指揮官に設定し、洋上部隊指揮官の指揮所に設置されたジョッツ端末に作戦指揮系と情報資料系の2系統の情報を集中させるものである。1992年、アメリカ統合軍は C4i for the warrior コンセプトを採択した。これは、 海軍のコペルニクス C4i コンセプトを全軍レベルに拡大する試みであった。しかし、その骨格となる機関式回線として WWMCCS は性能的に全く不足であった。このことから海軍のジョッツをベースにして全軍レベルで使用するように開発されたのが GCCS である。GCCS は1996年より WWMCCS および WIN を代替して運用を開始した。GCCS は COEDII 基準に基づいて開発されている。COEDII とは国防総省レベルで策定されたコンピュータシステム構造でシステムの適用任務に関わりなく相互運用性の確保、ソフトウェアの再使用可能、アクセシビリティの確保を目的としたものである。これにより、 GCCS は極めて柔軟な運用が可能となっている。GCCS は複数のネットワーク上で運用されている。Shipnet、Nipnet、ッ i x あるいはその他の IP 技術を使用したネットワーク上で使用することができる。また、このようなネットワークを使用することから通信回線としては地上回線、あるいは s h f サトコムである。 DSCS を使用することになる。ありがとうございます。